はいどうも、サオでございます。本日はテキスト系の動画になってます。パパって終わります。それではね、行きましょう。今回は、特攻キャラと、ランク上げの恩恵のね、2本立てでございます。まあこれね、知ってる人、大体いると思うんですが、知らない人のために解説しておこうかなって思いました。でね、特攻キャラっていうのは効果アップのキャラクターですね。嫉妬の化身ではシンデレラ。聖堂に救う悪夢ではスノーホワイト。記憶のかけらではアリスでしたね。っていうのでわかると思うんです。こういうキャラクターです。これにはね、ゲリラ曜日にもね、こういうキャラが存在してます。ゲリラの場合はですね、武器強化素材の方は赤ずきんが特攻になってます。でね、もう一個、防具の方は、防具の強化素材の方はね、グレーテルになってます。でね、まあ、知ってると思うんですけど、武器強化素材、防具強化素材はね、敵がゴーストなので、必ずね、物理色、物理攻撃。まあ、要するにハンマーが一番早いんですけど、でやりましょう。はい、次。曜日ダンジョンにも存在します。金作はスノーホワイト。火属性の進化素材もスノーホワイトです。で、水属性が茨姫で。でね、こいつらもね、まあ、茨姫の場合はクラッシャーでハンマーガンガン。スノーホワイトの方は、まあ、ブレイカーだけど、まあ、刀剣メインにハンマーでやれば高速周回できますね。はい、次、風属性がアリス。防具の素材の方がピノキオになってます。まあ、なんでね、ちょっとあいつがいねえんだよな。まあ、かぐや姫どこ行ったみたいな感じなんですけど。ちょっと調べてきたんですけど、かぐや姫のやっぱ特攻はないみたいですね。っていう感じで、まあこの特定のね、キャラを使って周回すると、さらに高速周回できるかなってのもあります。で、今ね、共闘のね、イベントもやってるので、共闘からね、入っちゃうとね、ウェーブ2以下あたりから入れればすぐ終わるんで、非常にうまいなっていうね、悪知恵もね、教えておきます。はい、はい、ランクについてなんですけど、ランクの恩恵はね、スタミナのみではなく、最大 HP が上がってます。あとコストも上がってます。その3つが、有利な点ですね。まあ、コストを上げるといろんな武器をね、装備できるようになり、複数装備できるようになるので、まあ、ガンガン総合値が序盤では上げられますと。で、 AP がね、上がると、ゲリラもね、周回しやすくなったり、回復量もね、上がりますね。石割った時の。そして最後に最大 HP でございます。まあ、最大 HP はね、とりあえず1万以上は欲しいんですよ。まあ、1万以上欲しいってなると、まあ、ランクね、74。まあ、プラスあれです。ジョブの共有値。まあ、例えば8人育ててるとしたら、多分2個ずつ50があるんで、800上がってる。プラス800みたいな感じ。10桁ごとの HP はね、動画に出しておきます。で、詳しく知りたいのであれば、ググってくれれば、いろんな攻略サイトが出てくるので、そこかな。で、ランク100だとね、15268まで行くので、もう本当に、前回の動画の、聖堂に救う悪夢でも言ったんですけど、HP 上げれば、攻撃にもね、耐えやすくなるので、HP 上げていきましょう、ランク上げで。で、ランク上げの効率的なね、場所はね、なんかね、なんだろうな、ハード進めてたんですけど、まあ、4の9が上手いとされてるらしいんで、ノーマルだと。ちょっとハードの4の9やったんですけどな。なんかハードのクエストね、そんな大差ないっすね。とりあえず進めながら魔晶石、回収してれば、いいかなって。ちょっとごめんなさい。ランクの効率的な上げる場所っていうのね、ほんと出したかったんですけど、見つからないというかあんま上手くないので、ここ超上手いぞってあったら、コメント欄に書いてくれれば幸いです。それではね、今回短めですけれども、ご視聴ありがとうございました。